はい、お疲れ。タロ、タロチュいらっしゃい。タロチュいらっしゃい。お疲れ。はい、こんばんは。こんにちは。とうとうですね、いよいよ来ましたね。いよいよ。まあ、どういうことになるかわかんないですけど、緊張してますね。いよいよですよ。はい、和骨。いよいよ、ついにこの時が来ましたね。今、区役所に向かってます。長年の夢が叶う瞬間ですが、緊張してますよ。あ、漫画肉ありがとう。あ、漫画肉もういらないよ、俺。あの、ポイント全部もらったから。もう、延長チケット全部もらったからね、漫画肉いらない。誰かに配ってあげて、漫画肉は。もう、ありがとうね、くれた人。なんか結構みんな勘違いしてる人多いんだけど、生活保護って、簡単に自分で抜ける抜けないを決めるもんだと思ってる人いっぱいいるんですけど、そんな簡単なもんじゃなかったんですよ。結構ね、俺もそういう風に勘違いしてたんだけど、自分が抜けたい時に抜けられるもんだと思ってたけど、違うんだよね。リスナー差別しませんよね。どういうことで差別と感じるかによると思うけど、ちょっと抽象的で分かんないかな。 ありがとうね、ハートプレゼントありがとう。リスナー差別って例えばどういうこと？具体的な例を出すと。抜けるにしてもね、収入が上がったりとかしないといけないし、その収入の証明を出さないといけないし、結局ほら、生活保護を受ける人って精神病とか身体障害とか抱えてる人多いから、だから最後までケアしなかったら役所の問題になるじゃん。例えば自殺しちゃったりとか、ね、もともと働いてないのに、ね、抜けるって言って病気でさ、統合失調症でもうやだ抜けるって言ってサインしちゃったら大変なことになるでしょ。そういうニュースもいっぱい出てると思うんだけど、それをね、未然に防ぐために、その収入がしっかりしてるのかとか、どこで働いてるのかをちゃんとケアするんですよ。だからある程度の収入が増えないと抜けられないんですね。アイテム、まあ投げてもらったら嬉しいと思ってるけど、放送は別に無料で楽しんでもらっていいと思ってるよ。例えばさ、あの、見てくれることも支援だし、コメントくれることも支援だから、配信者にとってはまず見てもらってなんぼだと思ってる。だからアイテム投げる投げないじゃなくて、まあ面白かったりとか、まあ生活に余裕があってワードかわいいなとか面白いなと思ったら応援してくださいって。で、応援の仕方は放送を見る、コメント打つで、まあアイテムもらえたら、まあプラスで嬉しいなっていうことは常に言っていて、で、今そのアイテムが月収18万ぐらいですね。ハートプレゼントありがとう。はい、ワード2。あ、花火もらったらスクワットはいつでもやりますよ。はい。ハートプレゼントありがとう。花火はいつでもスクワットしますんで。うん。うん。まあまあ、そんなにね、貧乏な人もお金持ってる人も平等にできるのがインターネットの面白いところだから。そう、俺も受けるまで知らなかったんだよね。一回ね、コンドームかぶって気合い入れて抜けようと思ったの。コンドームかぶって区役所に行って生放送しながら、もう抜けるから最後神回起こそうと思って、抜けるって言ったら怒られただけだったから、ね、普通に恥ずかしかったんだけど、普通に怒られただけだったからな。そうそう、入るのも抜けるのも手続きがやっぱ必要ですね。いやいや、ハートプレゼントありがとう。こんばんは、エミちゃん。
でもなかなか見ないんじゃない？生活保護受ける配信はみんな見るけど、生活保護抜ける配信者は初めて見るんじゃない？よくさ、生活保護受けるって言って区役所に行く配信は 見るでしょ。バーガープレゼントありがとう。逆パターンは俺が初めてなんじゃないの？逆パターン多分配信会で初でしょ。生活保護抜ける枠。もう生活保護者が増え続ける昨今で逆張りをするっていうね。あ、てるちゃんビンだ。いらっしゃい。楽しんでて。よし。バカプレゼントありがとう。ハートプレゼントありがとう。はい、こんにちは。昨日抜けたいと言ったら責任持てないと言われた。あ、そうだったんだ。誰に言われたの？役所に言われたの？勉強になることが多い。うん。そうかな。いや、別にただ普通に情報をシェアしてるぐらいにしか考えてない。あ、そうだったんだ。まあだから、そうそう、収入がない、なくて抜けるっていうことは多分許さないだろうね。うん。その人の生活を保護するための制度だから、あくまでその助けるための制度だからさ、日本人を。ドキドキするね。なんかドキドキします。あ、いいラーメン。横浜家系だ。うまそうな匂いする。ここ品川製麺所、うまそう。ラーメンのいい匂いするね。生活保護って本当にありがたい。そうだね、日本人に生まれてよかったなと思ってたね。日本じゃなかったら死んでたよ俺。うん、日本、生まれた場所が日本ってだけで生きていけるからね。本当に死んでたと思うよ、海外とかだったら。初見さんいらっしゃい、楽しんでってください。和道です。コメントありがとう。面白かったらフォローしてください。うん、ああ、いいよ別に。5時でしょ、煮つけ。あ、今日ノーネンリナ見たよ。ノンがいたよ。ノン超可愛かったんだけど、びっくりした。なんか可愛い子いるなと思って、美人だなと思って見たら、どっかで見たことあんなと思ったら能年ビーナーだった。ノンだったよ。ノン超びっくりした。生で見たら全然違うね。あれは可愛いわ。いや、放送切りますよ。何言ってんのメロンさん。放送は、あの、区役所でも放送やったら警察呼ぶって、もう前回ので釘をされてるから、放送はしないよ。フィフィさんいらっしゃい。オーラっていうか、もうめちゃくちゃ可愛かったんだよ。なんかもうぶっ飛んだ可愛い子がいて、すげえ美人いるなと思って、すごい若くて可愛い子いるなと思ったら、どっかで見たことあるなと思った。ああ、能年だと一発でわかるよ。オーラっていうか、もう可愛さが桁違いだったね。とんでもない美人がいると思ってずっとこう覗き込んだら芸能人だったって。まあそれは可愛いに決まってるもん。俺も放送できたらやりたいけどさ、一応新宿役所撮影禁止でもう釘打たれてるから。音声途切れ途切れ、電波かな、途切れ途切れ。撮影しないしない。なんかプライベートで、あの、なんだっけ、俺が働いてるところの会社ってなんか衣装の会社なんだよ。衣装合わせの会社で、で芸能人がよく出入りしてんだよね。品川庄司の品川とかもいたし、そう、結構飯食ったり衣装合わせ舞台とかのをやってるね。
まあこれでね、来年生活法、今日髪型セットしてないだけ、セットしてないからボサボサなの、ボサボサなだけです。いやー緊張するよな。うまくいくといいね。これで生活保護抜けるの確定するといいんだけど、そしたらもう叩かれなくなるかな。ワド頑張ったじゃんって認められるかもね。わかんないけど、結構時間かかるね、人生立て直すのはね。人生はいつでもやり直しができるけど、立て直すまでは時間かかりますよ。寒いよ、しかも今日。撮影しないよ、撮影は禁止だから、撮影は禁止。今撮影、私は昨日とある人に生活保護を受けてるからゴミクズと言われました。いやひどいねそれはね、うん、そういう心ない言葉を言う人もいるんだね。まあでも止められることはないと思うんだけどね。これで抜けるのは確定だと思うんだけどね。収入があるから大丈夫だよね。あ、それは受けるときでしょ。水、追い返されるっていう、まあ、言葉の表現があれだけど、まあまあ、いろんな事例がありますね。水際作戦で検索してください、それは。立て直さなくていいやろ。配信やって食っていけるんだから。ん？立て直さなくていいってどういうこと？不安は不安だよね。まあ、ドキュメンタリーっていうか、リアル、あ、大丈夫ですか？リアルドキュメンタリーですよ、リアルドキュメンタリー。人生垂れ流しだから。また詐欺ですか、バドさん。何が？全然意味わかんないんだけど。一部支給に切り替わるとかじゃない、働いてるなら。あ、違う違う、もう働いてるお金が7万円、配信で稼いでるお金が、18万だから25万ぐらい稼いでるのよ。だからそれで抜けるっていうことを伝えに行く、どうするのかっていうのを伝えに行く感じですね。今から、あ、税金ですよ、もちろんもちろん。多分状況分かってない人が来てるね。え、なんだろう、なんだ、警官がいるな。なんだ、試験か。まあね、来月どうなるか分かんないけどね。まあ、だからそれをどうするのかを決めるんですよ。そうだね、下膨れだね俺は。マンガ肉ありがとうございます。タバコ1本吸ってから行くわ。怖い人来ないよ別に。ないですよ、うん、文鳥買ったんだ、いいね。何文鳥買ったの、何文鳥。シーズン目のクマすごいな、疲れてんな。
白くなるやつ、白文鳥、あ、白文鳥買ったんだ、いいじゃん。うん、真っ白になるやつは白文鳥だね。はい、バトツ、みさきちゃんいらっしゃい。今から生活保護抜けます。抜ける相談をするっていう感じかな。長かったよ。まあ僕の頭の中ではほぼ確定なんだけど、対応がどうかだよね。実際に行政のどうなるのか分かりませんが、まだ5時じゃないよね。まだ4時だよね。大丈夫だよね。ここですね。うん。区役所行ってきます。じゃあみんな、どうなるのか、後で報告枠開くので、お疲れ様です。頑張ってきます。行ってきます。うん、行ってきます。相談してきます。うん、頑張るわ。うん、頑張ります。ありがとう。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。